はい、どうも1分映画批評です。早速ですが、今回お話しさせていただきますテーマはこちらです。知識に呪われた男、アイアンマンとは何だったのか。ちょっと僕と同じ考えの方いるかもしれませんが、僕の読んでるブログやレビューなどには特に言及がなかったので、個人的な感想の記録を残す意味も含めて、今回知識に呪われた男、アイアンマンとは何だったのかということをお話ししていこうと思います。僕自身アイアンマン1からずっとリアルタイムで見てきて、今から11年前からですかね、1のカラーリングの配色決めるとことか、2の持ち運びスーツとかめちゃくちゃテンション上がってるけど、ただそれを共有できない激しさっていうみたいなのがあって、ずっと好きっていう気持ちを秘めてきていたんですけど、その中でなんかよくわかんないんですけど、アイアンマンの存在というか、アイアンマンの社長の価値観みたいなの、どこか違和感をずっと覚えてたように、覚えています。でそんな違和感がある中で、インフィニティウォーでお前も知識に呪われた男だっていうね、サノフのセリフがありましたけど、それがちょっと記憶に残ったまま、そこからエンドゲームを見て、さらには過去作を見て、一つの仮説にたどり着きました。お前も知識が呪われた男だというセリフをきっかけに一つの仮説にたどり着きました。それがどんな仮説かと言いますと、アイアンマンはヒーローではなかったっていうものですね。これ他に言ってる人いるのかな、あんま見たことないですけど、むしろごめんなさい、逆に当たり前すぎて触れられてないのかもしれませんけど、そこら辺よく分かりませんが、とりあえず、僕なりに各作を順番に解説をしながら紐解いていこうと思います。あとはごめんなさい、ここから MCU 作品すべてちょっとネタバレ含む箇所ありますので、未見の方はご注意ください。ではまず2008年、アイアンマン1作目、これどんな話かというと、ざっくりエッセンスだけかいつまんで言いますと、自分の開発した兵器が世界を、苦しめているということに反省をして、自分が抑止力になろうとしてアイアンマンになるっていう話ですよね。非常に分かりやすいというか、ソニー・スターク社長のアイアンマンができるまでの、まず1作目ということで、非常に分かりやすい話です。それでアイアンマン2、そういったアイアンマンスーツを開発したがゆえに自分を脅かす敵が現れてくる。ただその敵を倒すようにもっともっと強くなろうってことで、社長はアイアンマンスーツの改良を重ねるわけです。でそして、敵を倒すっていうね、これもわかりますよね。でここまで1作目2作目でアイアンマンはどうやって敵を倒してきたかっていうと、スーツの性能の向上によってのみなんですよ。もちろんね、正義感あるかもしれないんですけど、それよりも自分のスーツの能力を上げることが、それが世界の平和につながっていると信じている。で実際それで成功してきましたし、一つの成功体験になってるわけです。そしてアベンジャーズ1作目ですね。で世界を守るためにヒーローが結集するわけです。ただトニー・スターク社長は半信半疑なんですよね。キャプテンアメリカに星条旗のコスチューム男だなんて言ってみたりして、ソーには神話から飛び出てきたのかよこいつみたいなことを言ってる。でもそれでも力を合わせてなんとか撃退するわけですね。でアベンジャーズ最後どうなったかっていうと、社長自ら宇宙空間にミサイルと一緒に突っ込んでって、やっつけて生還すると。で社長これどうなっちゃったかっていうと、実際勇気を出して地球を守ったわけなんですが、もうめちゃめちゃ怖くなっちゃったんですよ。で超怖い、もうトラウマ級、もうこう寝てても覚めてもその恐怖から逃げられないような、そんな恐怖を植え付けられちゃった。でしかも誰も褒めてくれないし、お金ももらえない、ただ社長に残ったのは怖さしか残ってないですよ。で社長は、スーツの性能を上げるだけで本当にいいのかって考えるんですけど、他に可能性がないですよね、トニーにとっては。で、ちなみにここでサノスの計画を潰したってことで、後に、トニー・スタークということが分かって、インフィニティ・ウォーでお前がトニー・スタークかっていう、サノスに、ここで宇宙空間に顔を出したことで、あいつ誰だ、俺の計画潰したの誰だってことで知られるわけなんで、インフィニティ・ウォーでトニー・スタークのことを知ってても、不思議じゃないかなとは思います。で、アベンジャーズにトニー・スタークはいながらも、トニー・スタークチームという形式を取ってはいるけれども、基本的には自分の力、個人の力でみんなを守りたい、地球を守りたいと考えてますし、逆を言えば
とにかく他人の力によって自分の安心を得ることはできないっていう人間なんじゃないのかなと僕は感じました。そしてアベンジャーズの後、宇宙の侵略を受けた後のアイアンマン3、アベンジャーズで宇宙からの侵略をされたトラウマに勝つため、まあ、それを乗り越えるため、まあ、ひたすら強くなりたいと思うんですよね、社長は。で、取り憑かれたようにスーツを開発しまくってるけれど、今度はなんかポッツとかね、大切な人が危険にさらされちゃうし、自分の家は壊されちゃうし、頼れる人はすぐ現れない、なんで俺こんなピンチなのに今肝心な時誰も守ってくれねえじゃんみたいな感じになっちゃって、やっぱり自分でなんとかするしかないって思うわけですよ。で、3のストーリーのまとめとしては、まあ、スーツは何個あっても自分は1人しかいないけれど、このスーツに可能性があるのであれば俺はそれを着て戦い続けるよ。で、スーツを着て戦うんじゃなくて、スーツを作ろうとする信念があれば世界をもっと平和にできるんじゃねえの、 I am Iron Man っていうのが3のエッセンスだと僕は、受け取りました。で、そんな、まあ、彼なりの正義感が芽生えてきて、次が問題のエイジオブウルトロンなんです。で、3で一人でピンチくり抜けてきちゃったから、なんかこう他の人はもう頼りにならないって思って言い込んじゃってるんですよね、トニー作で。トニーは、まあ、もちろん可能性の男ですから、可能性があれば何でもやりますから、自分が何人もいれば守れるはずっていう可能性に考えたんですよ。まあ、ワンダに夢見せられて誰もいなくなっちゃった、どうしようみたいな、その悪夢を払拭するためにも自分を何人も作ろうと思う。で、世界各地に AI のアイアンマンとかを配置してなんとかなるんじゃねえのみたいな可能性を、信じちゃうわけで、誰も頼りにならないし、自分が何人もいればうまくいくはずっていう動機で研究に没頭し始めちゃうけれど、結果うまくいかない、逆にとんでもない迷惑かけちゃうわけですよね。で、なんかこうロボットたちが暴走して、もう、まあ、ソーにその計画がバレて、お前何やってんじゃんみたいな感じで胸ぐらとか掴まれてましたし、まあ、ソーもアイアンマンのことあんま信用してない、こいつ何してんのかって、俺たちのこと全然信用してないじゃんみたいなね。で、エイジオブウルトロンは、まあ、そうやって見ると分かるんですけど、すげえトニー・スタークやる気ないんですよ、目に。なんかこう尻拭い的なモチベーション、まあ、みんなの力借りてなんとか沈める、なんとかこうピンチを出して世界を守るんですけど、すげえ限界感じちゃってるような感じするんですよね。ラストのね、ソコビアの浮かんじゃったこう島を壊すところとか全く熱感じないんですよ。なんかこう、まあ、そういう演出だと思うんですけど、すげえやっつけ仕事感すらあったんですよね、あのシーン見てると。なんかたまたまうまくいってるけど、ほんとただの偶然って感じで、なんかこう他人事で、あー、まあ、ソーとビジョン一緒によろしくみたいな、ちょっともうどうにでもならないみたいな、ちょっと自暴自棄になっちゃってる。で、なぜかっていうと、自分アイアンマンを何人もたくさん作ろうとしたけど、その可能性が失敗に終わっちゃったから。つまりはアイエジオブウルトロンはトニー・スタークの研究の開発の限界を迎えちゃうわけなんですよ。で、自分の信じる可能性が全てなくなっちゃって、ミッション終わってもなんか逃げるようにして車乗って帰っちゃうっていう感じですよね。で、そんな失意の中やってくるシビルウォーですね、内戦で、シビルウォー、ソコビア協定の話し合いするわけですよ。ソコビア協定っていうね、アベンジャーズみたいな、まあ、いわゆる軍、自衛団みたいなヒーローの集まりの出動は国連が決めるっていう、ね、正直もうヒーローからしたらクソみたいな協定なんですよ。で、その協定の話し合いをしている席にみんな座ってるんですけど、アベンジャー、トニー・スタークはそのテーブルにすらつかない、もう離れた席でずっとだんまりして座ってるだけで、ソコビア協定っていうのは目の前で戦争が起きてても国連の許可がないとヒーローとして止められないし、もしかしたら政治的な関与もあってその戦争は止めるなみたいなことになるかもしれない。で、キャプテンアメリカみたいな純粋な正義感を持ったヒーローたちからすると本当にクソみたいなルールなんだけど、アイアンマンのトニー・スタークは自分の限界を感じちゃってるし、もうとにかくこれ以上ヒーローとして責任を取りたくないんですよ。で、キャプテンアメリカに、お前責任転嫁だろ、自分への言い訳だとか言われちゃってるんですけど、もう本当にその通り、もう図星、もう何にも言い返せない。で、アイアンマンはもうそういうソコビア協定に賛成することで失敗しても誰かのせいにできるんですよ。まあ、なんかソコビア協定に反対する人たちにはいろいろ言っちゃうわけですよね、世界の正論を。ホークアイとかね、なんか、お前協定に違反したからお前捕まってんだぞっていう風な、なんかこう綺麗な世界の正論を述べるんですけど、
さっきも言ったように世界の正論じゃ間に合わないことがあるんですよ。だからこそヒーローが必要。だけどトニーは誰かのせいにするためにソコビア協定に賛成しちゃってる。だけどトニーはここで難しいのが責任転嫁をしても心がすげえ痛んでるの分かる。でめちゃくちゃ揺らいでるのがすごくシビルウォーからは分かる。でその中でトニーは自分自身に問いかけるわけですよ。なんで俺はヒーローやってるんだろう、俺のスーツの性能を上げることが果たして本当に平和につながるのかっていう自分自身への疑問と、他の人たちはなんでヒーローやってんだっていう2つの疑問にぶち当たるわけですよ。でホークアイに関しても、まあ、なんでヒーローやってんだ、妻とか子供とかいんのにみたいなねこと、まあ、ホークアイに関してはエイジオブウルトロンで、まあ、家族がいること分かってますし、なんでそんな大切なものがあるのにヒーローやってんだみたいなことを聞く。まあその時はホークアイ答えませんが、まあ、ホークアイに関しては、まあ、エイジオブウルトロンで家族いますよね。家に帰って家からまたミッションのために出て家に帰ってきた時の家族の表情とかも奇跡を見るような目でホークアイのことを見てましたよね。あれがヒーローのある一つの姿ではあるんですよ。愛する人を信じて帰りを待つ。ただどこか最悪の事態が起こるんじゃないかっていう心の準備もしている。それがホークアイの姿。まあ、そういうヒーロー像もあるし、スパイダーマン16歳17歳の少年に聞くわけですよ。ちょっと長めのシーンなんで、あそこささっと誘うだけでもいいのに聞くわけですよね。お前なんでこんなスパイダーマンみたいなことやってんのみたいな質問を16歳17歳の子供に質問する。すると返ってきた答えが、困ってる人を助けたい、まあ、それだけなんですよ。スパイダーマンはそれに答える。スパイダーマンの原動力はそれだけなんですよ。で自分のアイデンティティが揺らぎ、他のヒーローの理解もできず、そんな中事態は進行していって、バッキーの濡れ衣が分かって、キャプテンアメリカが正しかったってことが分かって、それを正すため、世界を平和にするためにキャップに謝罪をして一緒に悪と戦うために向かうんですけど、もうすでに事態は進行していて、もう父の敵討ちって方向に自分の力を使うことになっちゃうんですよ。で怒りに任せて戦いながら、バッキーが自分の両親を殺した、それに対する怒りに任せて戦いながら、もう自分の力を何にどう使えばいいか分かんなくなっちゃって、怒りに任せて戦ってるだけで正義感とかそこに何もないんですよ。でそうした自分の戦闘選択の裏で自分の決断で傷つく人が出てきちゃってる。ウォーマシンとかね、故障して地面に衝突してとんでもない体の傷を受けてしまったり、自分の決断、自分が責任を放棄したことで世界の正義の判断が間違っていたんですよね。国連がバッキーをとにかく追えとか言ってるたのに、それをなんていうの、取り逃したら本当にウィンターソルジャーがもしかしたら世界に放たれてたかもしれないし、だけどそういう判断を人に任しちゃった、いろいろ自分のせいでおかしなことが起きちゃって、もうわけわかんなくなっちゃった。ヒーローって何なんだ、アベンジャーズって何なんだ、なんで俺はそもそもアイアンマンなんだと自問自答 してめちゃくちゃ揺らいでるのがわかる。でそういう目線でシビルを見るとめっちゃトニー覇気がないんですよね。今までは自分のスーツの性能を上げることが世界を平和にするってことを信じてきたし、実際それをしてきた。でその一心でヒーローとしてスーツの性能を上げてきたんですけど、それにも限界がある。そうしたら何をモチベーションに戦っていいのか、他の人はどうしてるのか全く分かんない。でここでもう言いたいのは、はっきりとアイアンマンは他のヒーローが持っている純粋な正義感が大きく欠如してるって言わざるを得ないんじゃないのかなと思いました。アイアンマンはたまたまスーツの性能を上げるっていうベクトルと世界を守るヒーローっていうベクトルがたまたま合ってるだけなんですけど、中身は全く違う、そういうことなんじゃないのかなと僕は思いました。でそんな中で最大の山場、アベンジャーズインフィニティウォーを迎えてしまうわけなんですよね。でポツとも、結婚して散歩をしていたんですけど、まあ、自分の存在意義正直限界を感じてわからなくなってたんですけど、とにかく近くの大切な人を今は守りたいっていう、まあ、それが使命だと、トニー・スターク自身思い込んでるわけですよね。でけれどやっぱり開発者として、まあ、ワカンダのナノテクがあれば採用するし、やっぱり最低限防具としてスーツを携帯しているわけですよね。一応ヒーローの手を取ってますから。でそんな中、そんな、平和な生活の中、突然サノスーンが攻めてくる。
アイアンマンからしてみたらまたトラウマ級の出来事が突然やってくるわけですよ。で、直前まで地球で戦うか迷うし、ハルクに戦ってもらおうとかね、まあいろいろしちゃうわけなんですけど、まあでもトニーにもうっすらはあるんですよ。うっすらとですけど、目の前に困っている人がいたら助けたいっていうのはうっすらあるんですよ。だけどそこから宇宙船に乗り込んでサノスの、兵士たちと戦うわけなんですけど、ちょっと僕意地悪な見方しちゃいますけど、そのうっすらとしたアイアンマンの正義感の裏にはというか、もうもろにそれだと思うんですけど、ナノテクのスーツ試してえなっていう気持ち間違いなくあったと思いますね。で、流れで敵の宇宙船乗り込んじゃってどうしようってなるんですよね。で、スパイダーマンもやってきて、あの、お前なんで来たんだみたいなことで説教垂れてるんですよ。説教してるんだけど、実はトニーの中で本当に不思議なんですよ。なんでこんな危ない目に遭わなきゃいけないのにお前は来たんだ、そんな強くねえのなんで来たんだっていうふうなことでスパイダーマンに問うと、だって親愛なる隣人でありたいんだよっていう答えが返ってくる。アイアンマンにはあんまり理解できない。で、そのそういうやり取りをしてる時に、目の前にもドクターストレンジっていう他人がいるわけで、ほとんど他人、ヒーローとは聞いてるけど他人がいるわけで、めっちゃここでアイアンマン迷う。どうやって救ったらいいかとか、そういう次元じゃなくて、もはやなんか救うべきかっていう次元でなんかこう迷っちゃってる。で、スパイダーマンに相談して、まあ、なんとなく救う。で、ここで大切なのは、誰かを救うっていう判断はアイアンマン、ジャービスにもエイプリルにも聞いてない、聞けないってことなんですよね。だからスパイダーマンに相談すると。で、その後はドクターストレンジ作った後、仲間に相談しながらもサノスに奇襲することを決めるんですよ。で、ここは迷いながらも、もう国連とかじゃなくて自分の責任、ヒーローたちの協議で決めてるっていうところがあったので、シビル王からちょっと前進してるなと僕は感じましたね。で、一方地球では底部屋の反省を生かすべく、まあ、小さな命も一つの命ってことでトロッコ問題の答えを探ろうとはしてるんですけど、果たしてそれがうまくいったかどうかっていうのは、まあ、見ての通りですよね。まあ、ただその小さな命も一つの命ってところ話し合ってる時にはアイアンマンもいないし、まあ、彼自身の答えは実際どうだったんだろうかなっていうのはすごく気になりますよね。そしてアイアンマン、サノスとの直接大会の中で冒頭に触れたように、お前も知識に呪われた男だっていう風に言われてしまいます。で、これ何のこっちゃって劇場見てた時も興奮冷めやらなかったんで見てたと思ったんですけど、これ後々ちゃんと落ち着いて見てみると、サノスは見抜いてるんですよね。これ、お前ヒーローぶってるけど自分の知識しか信じてないよねっていうことを見抜いてたんですよ、サノスは。で、お前もって言ってるので、サノスはかつてはそうだったと思うんですよ。頭がいいんで、まあ、どうすれば自分の目標が達成できるのかっていうのを常に考えてる。で、頭が良くて、あ、もう全部の生き物を半分にすりゃうまくいくんじゃねえのみたいなことになるんですけど、それ周りからすると強靭なんですよ。ただそれ、サノスどうしたかっていうと、強靭な力を身につけて自分の願望を叶えようとした。で、一方のアイアンマンは頭がいいし、もう天才発明家で常に研究、常に練習、知恵を結集して君をレスキューみたいなことしたい。で、トニーは知識にとらわれてスーツの性能を向上させることだけにとらわれてたんじゃねえの、結局それじゃ何にもできないんだよ、お前の知識の外に出なきゃ何にもできないんだよお前は、ってことをサノスに見抜かれちゃった。で、いくらアイアンマンスーツの性能上げても結局大切な人を守れないし、自分の力も全く及ばないし、敵にも完全に負けちゃってる。で、過去作全て振り返るとスーツを改良して新たな兵器を作ってきたし、それに重きを置いてきた。で、自分の正義感は何だか分かんないけど、とにかく向上、自分の知識の向上、技術の向上こそが大切な人、仲間を世界を守ることだと信じてる。悪く言うと本当にそれにとらわれちゃってる。だからこそ、その自分の知識が及ばなくなった時、限界を感じてしまった時には本当どうしていいか分からなくなる。スパイダーマンにも聞くし、ホークアイにも聞くし、この後に及んでヒーローになった動機を聞くんですよ。ムカつくやつをぶっ飛ばしたい、そうとかね、純粋な正義感、正義を貫くことに何の迷いがないキャプテンアメリカがとにかくなんか眩しいんですよね。で、ここで肝心なのがドクターストレンジですよね。ドクターストレンジも自分のタイムストーンを守るっていう使命をいとも簡単に捨てて、ほぼほぼ他人のトニー・スタークの命を守ってくれたんですよ。で、なんでなのか分かんない。ただアイアンマンはキャップにも指摘されてましたけど、自分のためにしか戦ってないんですよ。自分の知識の限界イコール自分のヒーローとしての限界なんですよ、この時点で。
だからサノスにアイアンマン負けてもあんまり悔しそうじゃない、ある種諦めも入ってるし、それどころかなんかこう腹にナイフぶっ刺さったままどこかこう安心感すらような、安心感すらあるようなね、やっぱりダメだったみたいな感じで腰を下ろしちゃうんですよ。座って、はあ、ダメだったみたいな感じで、なんかちょっとそこにも安心感ある。けれど一方の同じですよ、サノス目の前にしたキャップどうでしたか。めちゃめちゃ本気じゃなかったですか。観客もね絶対思ってたんですよ、絶対無理だって、まあ、アイアンマンでも無理なんだからキャプテンアメリカ絶対無理だよって思ってたんですけど、キャプテンアメリカ全く諦めてない。あの時の目力っていうのは本当に諦めとは逆ですね、アイアンマンの目とは全く逆の目をしていた。そしてエンドゲームを迎えるわけです。技術を尽くしてはまるで歯が立たなかった、もう心が折れてしまった、もうヒーローとしての存在意義が分からなくなってしまったと、ね、大切な人を守るためにしてきた戦いに敗れてしまったっていうアイアンマンがいましたけど、でも敗れたけど愛する人との間に子供もできて平和な生活を手に入れたわけなんですよ。で彼からしたらもうそれを壊されたくない、奪われたくないっていう、まあ、家族を守れればいい、まあ、そういう使命を持って5年間暮らしてるわけで、息子のような存在のスパイダーマンとか、まあ、タイムマシンを守るっていう使命を捨てて自分を守ってくれたドクターストレンジとか、他の消えてしまった誰かの大切な人たちの存在とか喪失感ももちろん感じてはいるけど、何より戦いの日々に戻りたくない、大切な人を守りたいっていう、それだけで生きてるわけなんですよ、アイアンマン。今までひたすら映画とかも見ずに研究に没頭して兵器作りとかしてアイアンマンスーツ作って悪と戦って地球侵略から守って愛する人守ってきた。でそれでそのアイアンマンの姿の中にはそれ支えてきたのは可能性があるなら何でもやってみるっていうね、開発者としてのモチベーションが支えてたわけですよ。スーツ改良してバリエーションを増やして遠隔操作して AI 管理してナノテクとか採用して可能性があるなら何でもやってきた。なぜならその可能性を信じるのがアイアンマンだと信じてるから。何度も繰り返しになりますが、自分の知識技術の向上が世界の平和に直結すると信じてきた。でそれを信じて自分の人生だったり幸せの家庭を持つこととかいろいろと犠牲にしてきたんですよ。だけどその犠牲にしてきたけど、その時はどれも可能性があったんですよ。改良すれば勝てるかもしれないし、スーツを強くすれば勝てるかも、遠隔で操作できれば自分がたくさんいれば誰も傷つかなくて済むかもっていう可能性があって、それに向けて頑張ってきたんですけど、結果としてその可能性全部失敗してきたわけ。どの可能性も消えてしまった。でドクターストレンジは1400万分の1とか言ってたけど、アイアンマンには正直わかんないし、ジャービスとかエイプリに聞いてもそんなの計算で出てこないような確率なんですよ。で他人の計算した確率なんて本当に信じられないっていう5年を過ごしてきた中、アントマンが身をもってタイムトリップしてくる、ありえない現象が起きるわけで、これはもうあれですよね、アイアンマンとしたらガリレオと同じですよね、湯川学と同じですよね、実に面白いっていうそのモチベーションが出てくる。タイムトリップで世界を戻せるならやってみる、可能性があるならやってみようとするわけですよね、ここエンドゲームの入り口として。そしてエンドゲームでのサノスとの戦いの結末、かつて私がアイアンマンだとか言ってきて、そのアイアンマン、私がアイアンマンだって言ってきたアイアンマンはおられてしまってるわけですよね。実際ね、世界の抑止力なれなかった、開発する自分があれば世界を守れる、守れなかった、何でも一人でやってきた、誰も信じることなく何でも一人で抱えてきた、そんな男が最強の仲間たちの協力を得て、自分がなれなかった正義、ドクターストレンジがやった自分の使命を捨てて誰かの命を救う、自分が守るべき家族を捨ててみんなを信じて自らを犠牲にして目の前の命を救うっていう結末は、アイアンマンがやっと本当の意味で真のヒーローになれた瞬間でもあるんじゃないのかと僕は思いました。本当のヒーローに、今まではただの自分のスーツを試したい、それだけ、単純に頭で理解してきたことをやっただけだけど、ここでアイアンマンはここで頭より先に体が動いて大切な人を救うっていうことなんじゃないでしょうかね。でね、まあいろんな人ね、エンドゲームなんかいろんな人の感想とか見てきて、ちょっと脱線しますけど、個人的にちょっと引っかかったのありまして、
なんかこうトロッコ問題が解決されてないっていう感想をちょっと目にしたんですけど、まあ、トロッコ問題ってね、まあ、暴走するトロッコの行く先の線路上に作業員がいて、右の線路には5人いて、左には1人いて、さてどっちの線路にレバーを切り替え機を倒しますか。で必ずどっちかが死ぬっていう問題ありますよね。それがトロッコ問題で、感想としてはこの5人を、生かして1人を殺すのか、1人を生かして5人を殺すのかっていうね、そのトロッコ問題が解決されてねえじゃんアベンジャーズっていうことを言ってる人がいるんですけど、いやいやちょっと待ってくださいと、もうちょっと想像してくださいよと。その答えアイアンマンちゃんと出してるんですよ今回で。そもそもトロッコ問題話してたの地球の他のメンバーだし、まあくまでそれカッコつきですけど、綺麗事なんですよね他のメンバーね言ってるの。ヒーローって理屈じゃないんですよ。で目の前に車にひかれそうな人がいたら自分の命がどうなろうと飛び込んで救おうってするのがヒーローなんですよ。とにかく理屈じゃない。ウィートンとトレイブライブス、命で命をあがなうような真似はしないでもいいし、 whatever it takes、 何を犠牲にしてもってか、そういう理屈どうでもいいんですよ。言葉とか理屈とか関係ない、どうでもいい。そんなヒーローの方針本当クソくらいで、まあ、ごめんなさい何のか話が、トロッコ問題ですよね。トロッコ問題解決してないっていう人はもうちょっと想像してほしいのが、右とか左じゃなくてそのレールを切り替えるのがもしアイアンマンだったらって話なんですよ。アイアンマンだったらその列車に体当たりして止めるっていう選択肢してもいいんじゃないですか。でもかつてのトニーは暴走して突っ込んでくるトロッコの諸々の計算とか自分のスーツの耐久性の計算とか延々としてたんですよ。だけどそんなの関係なく理屈じゃなくて体が勝手に動くってのがヒーローなんじゃねえのかと。その自分がガントレット使わなければたくさんの人が死んでしまうかもしれないって、右でも左でもなく暴走するトロッコを自分の体で止めるって、ちゃんとトロッコ問題に答え出してると思うんですよね。でもっと分かりやすく言っちゃうと、トニーの決断ってつまりミスチルのヒーローなんですよ。例えば誰か一人の命と引き換えに世界を救えるとしてってやつですよ。ミスチルは歌詞の中ではただ一人のヒーローになれればいい、でそんな着地だったんですよ。愛すべきたくさんの人たちが僕を臆病者に変えてしまったんだとか言ってるんですけど、ヒーローたちはそうじゃない、臆病者に変わってはいけないっていう生き方を選んでるわけなんですよね。愛すべきたくさんの人たちがいるからこそ、そうした人たちを信じてるからこそ、命と引き換えに世界を救うんじゃねえのかって僕は思いますよね。でそう考えると MCU ってめちゃくちゃすごくないですか。アイアンマンっていうヒーローが右翼曲折を得て本当の意味でのヒーローになるまでの成長物語をここまでの年月11年間作品群22作品を費やして描き切るっていうのは、これ他の作品多分二度と出てこないと思いますよ。大味になりそうな、正直ただのアメコミヒーローアクション映画、ただのお祭り映画だと思ってたのに、とんでもなく繊細で濃密な主人公のアイデンティティの変化盛り込んでくるのってめちゃくちゃすごくないですか。だからもっとみんなそういうとこ褒めるべきだと僕思うんですよね。なんかこう最高最高とかじゃなくて、アイアンマン今までヒーローじゃなかったけど最後ヒーローなってくれたじゃんみたいな、そういうとこ褒めようよって思うわけですよね。そんでエンドゲーム最後アベンジャーズ1作目で全然誰も褒めてくれなかったから遺言で、死を2週間ほど悲しんで、そしたら後ろめたさ全開で前へ進んでくれっていうのもね、まあ、あの映像がいつ捉えたかも分かりませんけど、その遺言、まあ、ちゃんと自分のヒーローとしての運命事前に受け入れてるし、覚悟も決めてるし、前に進む仲間も信じてるし、でお前らがトロッコ突っ込まなかったから俺が突っ込むんだからな、俺が突っ込んで止めたんだからな、まあ、ヒーローとしてちょっと後ろめたさ感じろよ、もうちゃんと生きろよっていうメッセージだと僕は受け取りました。ちょっと1週間経ってからですけど僕は受け取りました。まあ、そういうことでいいですよね社長。はい、ちょっと長くなりましたし、内容も重複してたりぐちゃぐちゃなりましたけど、まあ、アイアンマンはヒーローではなかったというより、アイアンマンはエンドゲームの最後の最後までヒーローではなかったという説、あくまで個人の見解ですが、いかがでしたでしょうか。似た感想を見てたらすいません、僕はちょっとそれ知らなかったので不勉強です、申し訳ございません。
はい、本当に長くなりました。皆様も、この感想に対しての感想ご意見なども教えていただけると幸いです。はい、長くなってしまったのでこの辺でささっと終わります。以上、1分映画批評でした。アイアンマン本当にありがとうございました。お疲れ様でした。